はい、どうも矢沢です。今回はレースクイーンとして活躍されている阿比良アンナさんをお迎えしていろいろお話を聞いていこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、改めまして矢沢です。今回はレースクイーンとして活躍されている阿比良アンナさんをお迎えしております。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃ早速ですけど、じゃあ自己紹介お願いします。はい、2023スーパー耐久公式イメージガール水手として活動しております、阿比良こと阿比良アンナです。よろしくお願いします。まあ、それ以外にも今年は他にも、はい、はい、今年はスーパー GT チームアップガレージのハニーズとして、そしてスーパーフォーミュラではチームトムスのバンテリンビューティーとして活動します。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。で、阿比良さんなんですけど、はい、まあ、プロフィールね書いていただいているのが手元にありますけれども、はい、6年目というか、はいはい、結構キャリア長い、ね、はい、意外と気づいた、はい、なので私結構サーキットとか、はい、イベントとかで撮らせていただいておりますけれども、はい、私のこと知ってます？あ、最近知りましたこんなもんなんです。レースクイーンなんてこんなもんなんですよまあ忙しいですからね、なかなか一人一人記憶はできないと思いますけれども、はい、まあ、そんな感じで話していただいてます。矢沢、はい、と言います。よろしくお願いします。で、そんな阿比良さんですけれども、はい、6年目ということですが、はい、まあ、1年目って最初どこからですか？はい、チームトムスのにゃんこ大戦争ガールズとして活動しました。うんうん、それが19歳の時ですね。若っ。はいで2年目が、はい、2年目が ARTA ギャルズとしてです。あれはまたオレンジの頃ですかね。はい、オレンジ、最後のオレンジでした。今黒になってますけどもね。で、3年目が、3年目が3年間お休みして出戻りして、はい、スーパー耐久の D ステーションフレッシュエンジェルズとして、はい、阿比良さんでございますけども、はい、お願いします。はい、お願いします。で、今ちょっと趣味とか、見させていただいてるんですけど、はい、YouTube を見るとありますが、はい、どんなチャンネル差し支えなければ、はい、お掃除だったり収納法だったり、うん、インテリアだったり、うん、結構お家今衣替えしたくて、うん、それで結構見てますね。あ、そうなんですね。はい、まあ、そう、几帳面な方ですか？そうですね、うん、結構掃除大好きで、いらないものはさっさと捨てたいタイプ。断捨離で、もう一つがアイドル鑑賞ってあったんですけど、はい、どの辺のアイドルさんをご覧になるんですか？大阪にいた時から NMB48 が好きで、うん、よく劇場とかに公演見に行ってたんですけど、うん、最近は指原莉乃さんプロデュースのイコールラブが好きで、うん、はい、推し面は、推し面さなつんです。あ、知ってる知ってる本当ですか？知ってる知ってるよくわかんないけどなるほどね、はい、でもう一つ特技が、体が柔らかいクラシックバレエダンスって書いてありますけど、はい、まあ、その辺が実際のねイメージがある。そうですね、歌って踊ってる、歌って踊るのがすごいもともと好きで、で、以前には地下アイドルも、うん、やってたんですよ。田村敦さんのプロデュースのアイドルグループだったんですけど、はい、そこで培ってきたものを今うん、はい、発揮しております。それは10代の頃ですか？それは、21、23ですかね。じゃああれか、レースクイーン休んでる時に。あ、そうです、休んでる間にアイドルやってました。そういう感じですね。はい、両立できなくて。あ、まあ、そうですよね、はい、その頃はまだ大阪にいたんですか？その頃もう東京にいました。はい、18に出てきました。その頃のファンの人って今もついてきてくれてる？今は本当に最近見ないなって感じですかねまあ入れ替わっちゃう感じですね。まあちょっとね、カテゴリーが違うとやっぱり。そうですね、結構サーキットからアイドルのライブハウスとかは結構行きやすいと思うんですけど、うん、ライブハウスからサーキットってなるとちょっとね壁があるかもしれないです、ね、まあ、どうしても遠くなっちゃうし、うん、まあ、サーキットに行ったら行ったでどうやったら楽しめたらいいのかっていまいち分かんないですよね、うん、ちょっとハードルが高いけど、撮影会とかイベントぐらい来てほしいですよね。そうですね、そうですね、年に1回ぐらい顔見せに来てください、はい、皆さんだそうですよ、はい、このチャンネル見てるといいんですけど、はい、見させます、はい、まあ、そんな感じですけども、はい、で、うちのこのチャンネル、あのレースクイーンの方っていうよりは、はい、まあ、カメラマンの、ね、方に向けて、はい、その被写体モデルとして、はい、どんな風な、ご意見をお持ちかなっていうところを、はい、まあ、視聴者の皆さんから集ったアンケートでお答えいただくっていうコーナーなんですけども、はい、いつもねこうやって20件ぐらい
こうやって一覧にして、はい、まあ選んでいただいてるんですね、5問ぐらいで、5問ぐらい選んでくださいって言ったら、アビルさんの場合ですね9問ぐらい5問以上だと思ったあ全然いいですか、いいと思っちゃった、で9問を選んでいただいたんで、はい、まあできる限り、ね、ちょっとお答えいただこうかなという感じで、はい、ちょっとカテゴライズ、はい、分けてきましたので、はい、見ていただこうかなと思いますけれども、最初はですね、ナイロンタワシ2さん、これ撮影会のデータ関係のお話になってくるんですけども、はい、撮影後に写真をもらう場合はプリントとデータどちらがいいですか、うん、です。どうですか。はい、私はデータが嬉しいです。ツイッターとかインスタにやっぱりすぐ使えるのってなると、うん、そうですね、データが嬉しいですね。でも形に残るプリントアウトもすごい嬉しくて、うん、はい、やっぱ実家とかなかなか帰れないんで、うん、お母さんに最近の私こうだよみたいな送ったりはすることもあります。はい、まあ一回あれですよね、事務所さんには一応チェックが入る感じですよね。そうですね、はい、それから来るっていう感じでしょうけれども、はい、まあ最近はやっぱりデータの人が多いかなって感じはしますね。なんか他の子から聞いたのはもう撮影会直後にもうセレクトし、いち早く送りたいっていう人がいるみたいで、はい、うん、いますね。いらっしゃるんですか。うん、すごい、まだ3部やってる途中に一部の写真が現像してそれにサインもらうとかっていうのもあります。そうなんだ、すごいすごいスピード、すごいですよね。我々マスコミもびっくりです。早さに。早さ、まあそれもそれでまあね、なんていうのかな、鮮度が大事な時もありますからね。すぐに盛り上がれますから、ね。そうですね。そういうのもあったりもしますよね。うん、はい。で二本目ですけれども、取って出し、まあ今ちょっと現像って話が出ましたけど、はい、レタッチしていない写真を掲載、公開されるのは嫌ですか。うん、私は嫌じゃないです。そのまんまでも大丈夫。そのまんま、そうですね。うん、自分でもらったデータとか結構直す子もいるじゃないですか、はいはいはい、写真撮ってもらった、うん、直されたやつを自分で直したりする子もいますけど、うん、私基本的にもらったデータは直さず、うん、もうありのままのけてるますね。えらい、はい、えらい、なんか違うなって思われても嫌なんで、そうなんですよね自分はありのままをそう思うんだよな。なんか結構、まあ、レースクイーンの子ってまたそれでもそのフィルター関係とかレタッチそんなに派手にやってない方だと思うんですけど、うん、あ、そうなんですね、うん、まあ、若干個人差ありますけど、うん、自分が見た範囲では自分の中にあるなんとかちゃんの印象が大きく変わる、まあ、やってんなと思いますよ、うん、やってんなとは思うけどそんなに大きく変わらないんですけど、はい、もうレイヤーさんとかのレベルなんて別人なんで、 あとグラビアでもフリーでやってることが別人になってくるので、そうするともう SNS の写真って信用できなくなってくるんですよね、うん、なのでなんかお仕事お願いしようかなと思うときに、これもいつも言ってるんですけど画像検索するじゃないですか、うん、そうするとまあ自撮りとかそうじゃないもの、はい、例えばイベントで第三者が撮った写真とかマスコミの写真なんか載ってると、まあほぼレタッチしないのが出てくるんですよね、うんうんうん、そうすると大体がっかりするそして別の子にしようって思うんで、なんかちゃんとなんかそのまんまね、ありのままの写真を載せてくれている子っていうのは、うん、まあ自分は仕事ベースで見ちゃうからあれなんですけど、うん、うん、ありがたいかなって思いますしね、うん、事務所さんによってはレタッチ禁止ってとこもあるみたいですよ。あ、そうなんですね、うん、へ、自分を磨きなさいって。あ、変わりすぎちゃうから。そうそうそう、だからよろし いい姿勢だと思います、はい、うん、あんまりいないですよ、あのレタッチしなくていいって。やっぱり肌ぐらいいじってほしいですって方が多いんで、好感が持てますね、はい、で続きまして、はい、天馬さんですね、はい、撮影データを受け取る場合どれだけの枚数がいいとかありますか。枚数は多ければ多いほど良いのでしょうか。そうですね、うん、半目とかそういうのを取り除いて、うん、多い方が嬉しいです。やっぱ自分的にもどの顔が好きっていうのがあるので選択肢が増えるんで、うん、私は多い方が嬉しいですね。半目送ってこられたりします。たまにありますねそれは多分セレクトしてないんでしょうねあ、そうなんですかね。違いますかね、うん、そのまま送っちゃってるんですかね。ほぼ毎回その半目の話が出るんですけど、うん、あ、半目の写真とかを載せないんだったら全然いいですって言われるんですけど、うんうん、いや逆に半目の写真載せる人がいるのっていうと、うん、たまにいるんですよ。たまにいるんですよね。それがわかんないんだよね結構ライブとかしてると、うん、歌って踊ってるとこ撮られるんで鼻の穴が膨らんでたり、まあまあまあね、
っていうのは自分的には気になっちゃいますけど、でもそれもね、載せる人はそれもいいって思ってくれてるのかなって思いながら、そこ私前にツイッターでちょっとつぶやいたんですよね、はい、その辺もうちょっと気を使った方がいいんじゃないですかね、うん、って言ったらプチ炎上しましたけどね、あ、そうなんですかプチ炎上しました、炎上怖い、やっぱその子のことが好きな人ってアバターマイクロじゃないですけど、はい、どんな表情でもなんか可愛いと思っちゃうし、うん、魅力的だと思うんだと思うんですけど、はいはい、特にまあ地下アイドルされてたからよく分かると思うんですけど、はい、パフォーマンスなんかしてると本当に汗だくになっちゃったりするじゃないですか、うん、はい、ちょっともう前髪が下にびっちょり張り付いちゃったり、うん、はい、確かにもう熱意を持ってこうやってても顔がぐしゃっと崩れちゃってたりとかするのが、うん、動画で見ればいいとは思うんですけど、うん、その一瞬の写真になっちゃうと、うん、その人は確かにあの選んでる撮ったね、撮って選んでる人はいいと思うかもしれないけど、うん、第三者が初めて見た時にその写真はさすがになって思ったりはするんですよね、うんうん、だから自分も地下アイドルのライブとかたまに仕事で撮りますけど、その時とかはあの寄りの写真を先に撮っちゃいます。ああ、綺麗なうちに、うん、崩れないうちに。素晴らしい。先にバーッと撮って、はい、でもう汗だくになってきたなって思ったら引きの絵ばっかりしたりとか、臨場感のある、うん、クリープショットにしたりとかっていうふうに分けてますね、はい、そういう撮り方をしてた方がいいんじゃないのって言ったらプチ炎上しましたなかなか難しいんですよね。難しい、いろんな。でも佐々木舞香ちゃんが言ってましたよね、イコールラブの佐々木舞香ちゃんはなんか、うん、はい、私と同じような意見、別に私の意見に奉したわけじゃなくて、はい、ご自身のやっぱイコールラブでも今あれなんですって、カメラ席みたいなのがあるんですよ。めっちゃみんな上手いですよね。上手いですよ ね、 ね、うん、いつも思います。でうちの生配信とかにも結構アイドルライブ撮りに行ってる人が参加してくれ、はい、それこそ NNB とか撮ってる子がいるんですけど、はい、そういった人たちが割とライブ写真の撮り方を学びに来てくれるんですけど、その時にもなんか佐々木舞香さんもあれして、はい、やっぱりその載せる時もうちょっと考えてほしいみたいなツイートをしてたんで、うん、だろって思って現実はそう言ってんだよっつってそんな一幕もありました。はい、で続きまして涼河さんからですけれども、撮影会やイベント写真は何日以内にもらえると嬉しいですか、かっこ当日中、2、3日以内、1週間以内、1ヶ月以内みたいに分けてありますけど、まあ、さっき早い方がいらっしゃるって話もしましたけど、はい、どうなんでしょう、はい、あの演者さん側から見て早いっていうのは重要です。そうですね、やっぱりその日撮影会やるよって言って開催して、うん、でその日のデータ、例えばこれからだと桜の季節だったり、はい、シーズンものは早めに欲しいかもしれないですね、うん、そうね、5月になって桜ってわけにもいかない。そうですねあとサーキットで撮るのもそうですね、うん、結構カテゴリーが違うと載せられなかったりするので、1週間以内とかにくれればその画像とともに盛り上がれるかなって思います。カテゴリーが違うと載せられないというのは、あの次の週はもう GT やってたけど、うん、次の週 SF でってなると、うんうん、その GT の期間っていうんですかね、その前後にはまだ載せられない。あ、そうですね、それはなんか暗黙の了解、ダメとかはないんですけど、うん、自分的にはもうなんていうんですか、気持ちが切り替わってるん で、ね、GT モードに入ってる。そうですね、 S 帯の写真送られてきてもね、そうそう、今はちょっと載せられないかなって、まあ載せないだけでもらうのは全然嬉しいですけどちょっと使いづらくなる。そうですね、っていうところありますかね。まあ、それは分からなくもないですね、うん、でもそれはあれですよ、あのカテゴリーをまたいでやっている贅沢な、うん、あ、そうですね、ありがたいことにで続きましてでございます、はい、まあ、今度ちょっと撮影会からっていうかデータから離れますけれどもね、はい、差し入れって必要ですか、またこういう差し入れは遠慮してほしいというものはありますか。差し入れは何でも嬉しいです、なくても来てくれるだけで嬉しいんですけど、うん、あった方が覚えやすいというか、あ、この前これくれた人だなとかっていうのはありますね、うん、そう言われたら持っていかなきゃいけないでもなんかあれ生ものはダメとかそういうのはありますか。そうですね、うん、まあ、時期にもよるんですけど、うん、こういう開幕前とかは結構痩せないといけないので、お菓子とかはちょっと今はやめてほしいなとかっていう思うこともあることもあります、うん、難しいですよね、うん、そのプレゼントっていうかな、はい、差し入れをした人からすると、なんかそれに触れてほしいとか、うん、SNS で触れてほしいみたいな思いがあるのは分かるんですけど、はい、それを載せてしまうと今度
次に行こうかなって思って初めて阿部さんの撮影会とかイベントに行こうかなと思った人が、はい、何か手土産を持っていかなきゃいけないんじゃないかっていうふうに変に気を回してしまって、逆に行きづらくなるっていうこともあったりとかしてて、あれ一応行ったんだなと思ったりするんですよね。でそう言ったらやっぱり載せないと怒られるんですよっていう、難しい、難しい、これもまた難しい。でも別にね、普通にもうお金払ってるわけだから、そうですね、気持ち、そうそう、手ぶらでいた手紙とかも嬉しいですけどね。そう、重いかな、そう、ちょっと怖くない本当ですかちょっと俺は怖い気がする。結構女の子の子は書いてくれる子多いですね、まあ同性だったりとは思うんですよね。でもおじさんが書いてたらどうですおじさんが手書き、嬉しいですけどね、あ、こんな風に思ってるんだみたいな、俺が手書きに書いてた気持ち悪いでしょはいはいって言ったら気持ち悪いでしょそんなもんですよ、リアルに考えたら気持ち悪いんですよまあそれでもまあまあそういうのは気持ちですからね、うん、まあ何でもいいかと思います、ね、うん、来てくれる方がありがたいと、うん、そうです、うん、っていう感じですよね、はい、で続きましてランズさんからですね、はい、はい、きっちりした写真とふんわりした写真どちらが好きですか。私的にはふんわりめが好きです。うん、外とかだとふんわりが好き で、うん、でスタジオのなんかかっこいい系のクールに決めたい時っていうのはくっきりが好きですし、まあ服装とかにもよりますね。そうですね、うん、服装とか背景にもよりますけどもね。でもアビルさんどっちのシチュエーションもいける顔かなと思います。あ、本当ですか。うん、今日撮ってて嬉しい、にっこり笑顔でも全然いいと思いますし、うんうん、きっちりかっちりクールな感じもいけるなっていうふうに思って見てました、うん、ありがとうございます、はい、わりかし顔立ちがほら派手じゃないですか、はい、な方なんですかね、うん、写真写り良くないんですよ、どうしたらいいですかそうですか実際会った方がいいって言われることが多いですよ。それはやっぱり嬉しくないんですか。嬉しいですけど、結構この業界ね、写真が全てで決まっちゃうんで、宣材写真とかも。確かにね、それが逆に質問しちゃった私がいやいや難しいとこですよね。なんかその自分は宣材写真とかいただいてキャスティングするとき多々あるわけですけど、はいはい、まあ、自分はサーキットレースクイーンに関してはサーキットで大体合っているので、はい、生で見ているので大体わかるんですけど、はい、宣材写真しか見てないで判断しなきゃいけないっていう時も多々あるわけですけど、はい、で宣材であこの子いいじゃんと思って現場に来てがっかりするのと、うん、宣材見ていや全然本物の方が可愛いじゃんってなった時に、はいはい、現場のテンションはこうしたのがわかるんですよ。あ、じゃあこうしたのが上がるんですけど、 それを女の子に話すと、はい、いやでも写真が良くなくてそもそも選ばれなかったらダメじゃないですかっていう、うん、その女の子側の意見も分かるんです。それもありますね、うん、だからもう鶏か卵かみたいな話になってくるんですけど自分的にはやっぱり現場に来て、うん、お、思ったより3割可愛いぞの方が、うん、まあまあ現場は盛り上がりますよね、うん、だからどっちも何とも言えないですけどね、うん、でも現場に来てがっかりする子の方が大体多いです。あ、そうなんですね、うん、そう、潜在の方が、まあ、当然潜在の方がいいっていうのは大前提で引き算してキャスティングしてるんですけど、うんうん、だからなるべくネットでさまざまな人の写真を見るようにはしてますけど、それもなんかキャリアが多い方だといっぱい出てきますけど、うん、新人に近い子だとほとんど出てこなかったりとか、 そうですね、あと名前変えちゃってたりとか、うん、あとはレイヤーさんによくいるんですけど、あの検索しても引っかからないような名前、あ、ひらがなだけとか、はい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 、ごちゃごちゃいっぱい出てくるやつとか、うんうん、それは最近そういうのが多いんでなかなか大変ですけどもね。でもまあレースクイーンはやっぱ写真がいい方がいいのかな、やっぱりね。うん、そうですよね、撮られてなんぼのところもあるんで、うん、はい、磨きます、磨きますじゃあ続きまして今度はモフ君からですかね、はい、はい、カメラマンさんの掛け声、まあ、いいね、かわいいよみたいので面白かったのありますか、はい、またテンションが上がる掛け声をするカメラマンさんはどなたかいますか。面白かったっていうのは、うん、これといってこれこのセリフだっていうのはないんですけど、うん、なんかその人の好きなポーズとかを知ったら、うん、なんて 知りたいっていうんですか、このポーズをしたらこのファンの方は喜ぶっていうのを私は結構知っていて、でどんどん展開していきたいんで、うん、そういうのを分かりやすく言ってくれたらいいなと思いますね。あ、そのポーズいいねとか、
あこういう系が好きなんだこの人はって思ったら、うん、今後の撮影会とかもより楽しくなるんじゃないかなって。撮影会って順番順番に撮ってるんですよね。それでまあ何秒みたいな感じですよね、はい、その間にどれだけ伝えるかっていうのはなかなかせめぎ合いでございますね。そうですね撮る側もそうですよね、大変です。一番いいのはデータ渡すときに自分はこの写真のこの顔が好きですとか。ああ確かにそう言っていただければ、うん、で顔と名前がねお客さん一致するんであれば、うんうん、それが一番分かりやすいし直接資料になるかなと思いますよね、うんうんうん。まあ、現場で伝えるって言ってもなかなかその限られた時間で、うん、そうですね、しかも周りに人がいる状態でってなかなか難しいと思うんですけど、はい、うんうん、なんかたまたま、ね、いいやつがあったりとか、うん、他の人が撮った写真でもなんとかさんが撮ったこの写真すごくいいんで僕の時もやってくださいみたいな、うんうんうん、そういうツイッターリンク貼ってても全然いいと思うんですよね、うんうん、そういう伝え方もいいかなと思います。そうですね、わかりやすい、うん、で、なんだっけ、テンションが上がる掛け声をするカメラマンさん。テンションが上がる、まあ、これは撮影会に来られてる人かなと思いますけどね。かわいいね普通ですね。いや、でもそういうもんね。本当に、うん、なんか街中の撮影会とかだと、うん、あんまりね大きい声でおおかわいいねって言って撮られるのはちょっと恥ずかしいんですけど、うん、まあ、スタジオの中だったら、ね、そうですね、ですよね。屋外だとでもまあ大体公園とかが多いですか、はい、うん、多いですね。一回でも丸の内の休日の日のイルミネーションとかやってたんですけど、うん、すごい人でちょっと恥ずかしかったです。そういう時何人ぐらい引き連れていくんですか。引き連れ 5、6人とかですかね。でもそんなに多くないかな。でもやっぱり目立ちやしますよね。そうですよね、うん、ウェディングの方たちと並んで一緒に前撮りとかやってますから、ね、うん、そうです。私も前にあのイルミネーション撮影の仕事でやりましたけど、はい、そうするとあの他の人がどうしても背景に入ってきちゃうんで、それ案件だったんでそれが大変でしたけどね、はい、あ、まあそういう時期があります。この桜の時期にそうなってきますけどね、うん、ちょっとね、そうですね、はい、ありがとうございます。で続きまして天馬さんですね、はい、はい、小撮の場合、花などの小道具があった方がポージングの幅が広がると思いますが、はい、持ち込みはどう思いますか。嬉しいものなのでしょうか。私は嬉しいです。やっぱりスタジオでねずっととかだと飽きちゃうこともあるので何すればいいんだろう、もう全部出したっていう、まあこっちの問題もあるんですけどっていう時にそういう小物があったら幅も増えますね。なんかこういうのは OK でこういうのはダメですみたいなのありますか。何がダメ、基本的には小物って言ってももうあげちゃう感じですよね。そうですね、もらうことが多いです。そうですよね、なんか着るものも渡して脱いだやつか持って帰るってわけにいかない、うん、それアウトですね。プレゼント前提ですよ。どういう小道具がありました今までだと。振り袖の時期に、うん、あの矢、神社とかでもらえるこういうやつあるじゃないですか、うん、浜屋みたいな。あ、そうです、うん、あれは嬉しかったですね。初めて持ったんで、うん、私もなんかアイドルが成人式した時にあれを持ってるイメージがすごい強かったんで自分もそれができたって思って喜んで持ってました。まあ服装に合ったやつがね。そうですね、すごく、うん、まあ、こうやって持つだけでもねポージングの幅が広がったりしますからね、はい、でもマリも作ってきてくれて手作りで。マリ、マリ、マリ、あちゃんとあ、そう、縫ったりして。そう、男の方なんですけどすごかったです。へー、嬉しいですね、そういう手間暇かけてやってくれるのも。そのうち手編みのセーターとか来るんですか。怖っ、来ます。じゃあこれは嬉しいっていうことですよね、はいはい。じゃあ最後の質問でございますけれども、はい、料理好きのゆうあっとけいすけさんです。被写体として撮影会に出て楽しかった思い出はありますか。またその理由は何ですか。はい、基本的になんかお散歩気分、外だと、うん、野外だとみんなと一緒にお散歩した気分になって私は好きです。そういうシチュエーションもあるんですか。そうですね、うん、桜とかも公園とかもそうですし、うん、あんまりみんなとゆっくり話せることってサーキットとかでもないの で、まあ、ね、なんかたわいもない会話ができるのがいつも楽しいですね、うん。ファン同士の皆さんは仲いい感じですか。そうですね、仲良く、うん、で毎回
その一部と二部の間に一緒にファン同士でご飯行ったりっていうのを聞くとすごいほっこりした気持ちになります。なんか変に派閥があったりすると大変ですけど、平和でいいですけどね、はいはい、さあ最後にあれですね、視聴者の皆さんに、はい、これはレースクイーンとしての PR でもいいんですけれども、はい、何かあったらお願いいたします。はい、今年はなんと3カテゴリーで参戦させていただくことになりました。ますます飛躍の年になりしたいと思っておりますので、皆さんも私についてきてください。よろしくお願いします。まあ撮影会とかね、サーキットはなかなか難しい子もいると思うんですけど、はいはい、まあ、月に1回必ず撮影会をやっておりますので、はい、遊びに来てください。スマホでもね OK のとこもあるので、なるほど、はい、気軽に来ていただければと思います、はい、まあ、その辺の情報は概要欄から、はい、ナビルさんの、Twitter にリンク貼っておきますので、はい、そちらで見ていただければというふうに思います。はい、そんな感じで今回はレースクイーンとして活躍されているアビル、アンナさんをお迎えしました。今回ありがとうございました。ありがとうございました。